一角って書いてある。ファイアールイージー。カコ、シャコ、カニ、サンゴ。わあ、しゃしゃしゃし。進化できるぞ。スネを破壊するものを意味する。万が一拾ってしまった場合は、ああ星の砂だ。捨てなきゃ。ポケットモンスターヨモンフェルト炎上異変始まるよ、というわけで、あの前回あの四天王に挑んだんですけど普通に負けました。レベルが若干足りないのかなと、あと俺の戦略不足だった気がするので、今日やることはレベル上げをするのと、まあ作戦を練るのと、コンテストとかに行って息抜きをする。やっぱリラックス、なんか硬くなってたんだよね前回。みんな動きが硬かった。ギョロとかもねガチガチになってたから、リラックスさせないといけないなと思って、今日はね、ヨウモフェルトたちにリラックスさせたいと思います。よし、トロックを作ろう。バトル疲れたな、もうみんな嫌だよな、バトル野蛮だもんな。マサ君、もしかしてコンテストに出ちゃうとか。わ、嬉しいな。あ、こんなマサ君の物語にタイトルをつけるなら、ポケットモンスターヨウモフェルト始まるドキドキコンテストデビューって感じだよね。だったらだったら、その前にこっちに来てほしいの。あーごめんね、一人で盛り上がっちゃって。え、大丈夫で、俺もいつも一人で盛り上がってっから。あの、よかったらコンテストデビューの記念にこれを着てください。ライブスーツ。スーツならまあかっこいいんじゃないか。多分はるかに笑われることもないだろう。あれ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 、なんかまずいって、まずいって、これはまたはるかに笑われるよこれ。かっこいい、すごい、すごく似合うよ。あー、もう待ちきれないよ、まさくんの初めてのライブステージ。きっと素敵なんだろうな、私バッチリ見てるからね。ライバルは来ないようにしてほしいな。言わないでくれ、あんまし。ふう、あんまり似合ってて興奮しちゃった。ライブスーツ絶対コンテストで着てよ。ユニクロとかでさ、もっとなんか普通のやつにしようよ。ポロックを作る、できる。俺はズリの実と、ナナの実しかないや。あ、何個も入れられんの一気に。へぇ、便利。出た出た出た、これ。タイミングよくボタン押すやつ。え、え、ちょっと待って、ミニゲームなくなっちゃったの？いいタイミングで、A ボタンを押す、あの謎のミニゲームなくなっちゃったの？終わりこれで。押させてくれよ、チョキンチョキンチョキンってやつやらせてくれよ。赤い、青い、あ、なん、いっぱい持ってんじゃん、いっぱいあるじゃん。すごい黄色のポロック、すごい桃色のポロック。うわー、これギョロ何に出すかだな。俺ギョロ出してあげたいんだよな。すごい青いポロックをまずじゃあギョロに食わせよう。お前は美しいから。お、いいじゃん。パパパピ、どんどん美しくなってく。ギョロがどんどん美しくなってくぞ。さあ行くぞギョロ、公園のチャンピオンになる前にコンテストのチャンピオンになろう。なんだこいつ。はあ、まあ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 美しいんじゃないでしょうか。次は、ああ、まあ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 、飛んでる姿は確かに美しいかもしれませんね。確かに一般のポケモンの中ではあなたのポケモンは美しい方なのかもしれない。ズバッと。そうか、この羽ばたく姿、美しさを感じる人がいるのも無理はないでしょう。このフォルム私も嫌いではないです。それでは一度僕のポケモンをご覧ください。見ろ、なんか花びらとか飛んでるぞ。美しい、湧いてる、ステージが湧いてる。さあ1回目のアピール、どの技を出す。俺が最初なのか、これは最初なら、ちょっと待て、期待をなくす、鬼火でいきなり観客の他のポケモンへの期待をなくす。いや、まずは手堅く火炎放射だ。火炎放射でアピール。あー、いいね、この音懐かしい。ポン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 、
でボルテージが溜まってくんだよね。うん、アピールがまだのポケモンを緊張させてみた。いいぞいいぞ。でも失敗しちゃった。あーやばい、盛り上がりそう。ちょっとお前らやめろ、キャモメとラクライちょっとやめろ、美しいのやめろ今は。うわ美しそう、水の花美しそう。水って大体美しいもんな。みんなの目をくらませてみた。いやーいいとこ持ってったね。これめっちゃ上がるよ確か。やんごとない美しさが際立つ。なにこれ、グレーブレイシング。え、なになに、俺知らないそれ。え、なにそれ、なになにやってんのこの人。ズルじゃん、ダメだそんなことしちゃ。失格失格、感動を包み込んだらしい。あーまずいぞギャロ、お前のオーバーヒートが霞む。これでこのまま何事もなく終われば勝ちだ。審査終わり。結果発表。いいね、なんかめっちゃ早いねコンテスト。なんかダイパのなんかさ3段階のあのコンテストに慣れちゃったからすげえ短く感じる。おっ2位ということは1位はマサ&ギョロだ。みんな応援ありがとう、うちのギョロありがとう、お前が最強のチャンピオンだ。最後に撮影した写真を、ちょっと待って、なんで俺よりによって敵の落雷がアピールして1しかもらってないところスクショしてんの。いいえいらないよこんな、世界一いらない写真だろ。ポケモンの魅力を一番にアピールできたマサさんは次から美しさコンテストスーパーランクに参加することができます。やったー、はーい、マサくん優勝おめでとう、見てたよすごかったね、やったね、初めてのナンバーワンだねー。マサくんこのまま一気に行くとこまで行っちゃおうよ、行くとこまで行っちゃうか、コンテストスターになっちゃうか、私と一緒にコンテストライブを盛り上げてくれたらすごく嬉しい。マサさんならきっと勝手にさん付けにしちゃった、すごいスターになれる気がする、期待しちゃってるね。いやこれさ、ハイパーランクだからもしかして全員美しい技をやって、で、ギョロも美しい技をやってるからボルテージ4になるじゃん。4の状態でギョロがさ、1番を取れればありえるんじゃないか。無理か。お、おい、これありえるぞ、みんな、これいきなり逆転のチャンスが。いけいけいけ、お、これ美しい、きた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 、きたぞ、これ、もらったもらった、巻き返せるわ。これで美しさが4になるわけよ。でもって、次の順番ギョロが絶対最初になるの、なぜならオーバーヒートの得点が高いから。来るじゃん、もらったもらった、これいける、悪いなお前ら、うちのギョロはアピールがうまいんだよ。もらったわ、どの技を出すか火炎放射に決まってる、いけ、来たぞ2連続、今度はしっかり写真を撮ろう。ギョロの美しさに観客はもうメロメロな雰囲気だ、ギョロのやんごとない美しさが際立つ。ライブグレートアクシスグレートファイヤー、かっけーかっけー。でこの後アゲハント、アズマ王、バクーダの誰か一人でも美しい技選んでなかったらボルテージ上がんないわけじゃん。そうしたらまた俺が持っていけるぞ。さあいけ、頼む頼む、ふざけろふざけろ、内緒話、あれ美しくなくない、内緒話なんて、内緒話なんて美しくないと思うんですけど。よしよしよし、これくるこれくる、で水の波動じゃん、でバクーダが美しい技やったらもう一回持ってくるぞ。どうだこの作戦、頼む頼む、バクーダ美しい技、弾ける炎とかやれ、弾ける炎とかやれ、弾ける炎、弾ける炎、大地の力ってどうだ、美しいか、大地の力は、でも大地は美しいもんな。来た来たぞ、おい来たぞ、完全にもう術中にハマった、お前らは、お前たちの負けだ、見た目の美しさにかまけてアピールを怠ったお前たちの負けだ、もう一回ギョロの必殺技を見させてもらうぞ、火炎放射だ、いけ。お前ら何か勘違いしてないか、このコンテストはな、美しさを競うんじゃない、観客の空気を読み合うゲーム、ギョロのやんごとなき美しさが際立つ。いけ、グレートファイヤーマグネシスバイオレンスミサイル、ブーン、完璧、ありがとうございました皆さん、今後ともマサとギョロをよろしくお願いします。
ポケットモンスター羊毛フェルト、よろしくお願いします。いやどうだろう、正直わかんない。結果発表、さあどうでしょうか。いや頼むマジで、頼む、1、よしよし、勝った、やったぞみんな、やったぞ、うちのギョロがハイパーランクも1位だ。負けなしじゃんマジで。うお、なんだこの写真は、なんだこの写真は。ヘイルチア、お任せボーイのカズラくんのご登場だぜ。ゴルゴール、カズラくん、ゴルコちゃん、もう別に待ってないよ。それに今いいとこだったのに、俺がいないのにいいとこも何もないだろう。俺はお前の MVP なんだしさ。ほら今日もゴルコとお弁当を持ってきたから一緒に食べ。ゴルゴーチチルゴルーン、ははは、ゴルコは本当にチルコじゃねえや、チルルが好きだな。ご覧の通りポケモン同士の相性もバッチリだし、すべてのエピソードがルチアのベストライバルはカズラだと物語っているぜ。お前またルチアのライバルの座を狙って邪魔しに来たんだな。ハイパーランクで優勝とはまあなかなか思ったよりやってくれるし、正直おめでとうだが、お前にこの俺が超えられると思うなよな。カズラ君たら、せっかくこうして3人知り合えたんだし、勝ち負けだけじゃなくってみんなでコンテストを盛り上げて楽しんじゃう方がいいよね。みんな頑張ろう。美しさコンテストマスターランク、カズラ、あ、カズラだ。へえ、その剛力なかなか美しいじゃないか。ナノハ、マイン、マイなんだなこれは。あ、違った、マルマインだ。ガビガビかと思ったのに。エリザベス、うわー、これは美しそう。全力でいこう。今まで負けなしだからな。お、2番目じゃん、2番目に美しいじゃん。これさ、とりあえずオーバーヒートで、なんでオーバーヒートを最初に使うかっていうと、このソーナース、アチャモ、マルマイン、ゴーリキーの全員が美しい技を使ったとすると、ボルテージが一気に4までいくわけじゃん。要するに次のターンの1番手が一気に持っていくことができるわけよ。つまりここで最高得点を叩き出しておくことで取りやすくなる。ボルテージマックスを、これが俺の作戦だな。マスターランクともなれば美しい技をみんな使ってくるわけよ。だからこそ一発目に一番でっかい花火を上げてな、次のターン一番手にあるんで。頼むぞ、あと二人が美しい技を使ってたらもう俺の術中だぞ。美しい技使うと思うんだよ。ソニックブームって美しくない？あのガイルも使うんだぜ。あ、ダメか、あ、ダメか。臨床、臨床、臨床ってどうなの、美しいの？うわー、一番微妙だね。なるほど、さすがマスターランクといったところだろうか。ここで俺が火炎放射とかを使ってしまうと、間違いなくボルテージが俺のものにならないので、ここはあえてオウム返しでボルテージを下げます。よし、よしなのかこれ。ボルテージが下がったけど俺0点だぞ今回。これ作戦ミスじゃない？待って、ソーナースに持ってかれるのが一番困る。おい、ソーナース美しいやつすんなよ、マジで、マジでマジで。お前と引き離されると一番まずい。頼む。あー、美しい美しい、マジでお前美しいわ。やられた。いやでもまあこれは運だからな。何アンセムって、なんだそれ、なんだそれ、 PV みたいな映像つけやがって。これやられたかもしんないな。うわー、きたきた、大爆発。これ点数とんでもないんだよね確か。この後アピールできなくなっちゃった。あー、バケモン、バケモンだマジで。道連れ、これ最後にアピールするとめっちゃいいやつじゃない。うわー、こいつもだ、こいつもかけてきやがった。くわー、これ、これ、ソーナンスっぽいな。持ってかれたか？
最初の見た目でどれぐらいの差がついてるかなんだよな。頼む頼む、ギョロ、奇跡起これ、奇跡起これ。うわぁ、いや、僅差だったな。面白い仕掛け、何面白い仕掛けって。多分1位だよね、見た目。そうなんすが、なるほど、相変わらず2位でね。さっきの感じからすると丸前に美しい技やってこないんだよね、そんなに。いやでもオーバーヒートだ、関係ないわ。結局ギョロはギョロにできることをやるしかないんだから。ちょっと待って、これ何、これあれじゃん、これ DS の、ちょっと待って、めっちゃ汚い床映ってんだけど、やめてくんないかな。俺んちの床じゃん、なんか変なの映ってんなと思ったら。やめろよマジで。放送事故だぞこんなの、ふざけんなよ。そういうことかよ、なんか特別な仕掛けって。これ動画に使わなくちゃいけないじゃん。ちょっとギョロ持ってきたよ。いやー、これマルマインか、マルバインが持ってったっぽいな。いやーマジで驚かしがきつい。オーバーヒート連発できないな、これ驚かすから。これ厳しいよな。何伝説のアポカリプスって、ほら見せてやるよ伝説のアポカリプスを。お前カメラが普通の状態に戻ったら絶対驚くからな。見ろ伝説のアポカリプス、これがギョロ目のアポカリプス。また3位だ。やっぱこいつら強いわ。マルマインとソーナンスが強い。もう一回やるか。こいつだよこいつ。僕、みんなが参加するコンテストの会場を準備する人だよ。君が望むならコンテストのアピール中会場に面白い仕掛けをしてあげるけど、どう。面白すぎんだよ仕掛けが。マジで、まあ、今これ200人ぐらい見てたんだぞ、さっき。俺んちの汚い床をお前のせいで映っちゃったんだぞ。ほこりと配線だらけの汚い床が200人の前に。面白い仕掛けだよ本当。言えよせめて仕掛けの内容を。あ、説明を聞くってあった、俺が悪いんだこれ。説明を聞く。そうだね、なんというか会場全体にホログラムを映すんだ。お客さんは見えなくなるんだけど、代わりにいつもと違う雰囲気でコンテストを楽しめると思うよ。どんな雰囲気になるかは君次第かな。じゃあ改めて僕が参加する会場お願いします。わかったわかった。もう完全にさ、会場を俺仕様にすればいいんだろ。ちょっと待ってろ、今準備するから。最悪だよマジで。何や、面白い仕掛けだよ。面白かったわ確かに。美しいポイントを上げれば選べるんだけど、桜見さんは多分美しいやるじゃん。ラフレシアはね、ゴムなんだよ美しいをやるかどうかだ。ラフレシアが美しい技を選ぶかどうかゴムだから。正直そうなると、1、2、3、ラフレシアが美しい技を使う、絶対わない前提でいってみようか。使わない前提でいくと俺は次のターンに2番手を取れればいいわけじゃん。2番手を取る、ここはあえてやりきりよう。あえてやりきりやって美しいポイントを上げない、上げない状態でいくと3か2になるわけじゃん。おそらく今までの経験上3か2になるわけじゃん。3か2で2巡目に回ります。2巡目で俺が1番目だとまずいのか。どっちみちまずいんだな、そう考えると。わかった、ここは解放者頼む。ほらやっぱこいつはそういう技を使うもんな。ガン飛ばしとけ、ガン飛ばしとけ、今のうちに。ニランドけ、ニランドけ、威嚇しとけ、威嚇しとけ。前55だよ。お、これ待って、ラフレシアが美しい技やればありえるぞ。次のターン来た。おい、来たかもしんない、来たかもしんない、来たかもしんないぞ。おい、これは来たかもしんない。これ美しいよね。いいよ、驚かしい、全然いい。ただ順番的に俺一番目になるんじゃない、これ同点だとさ、俺一番目になってたよねさっき。なんでそっちが先なんだよ、おかしいだろう。さっき俺一番、これランダムなのかな、同じ点数だと。おかしいだろう。でオーバーヒートするしかねえな、これ。ワンチャンサクラビスがなんか変なことするかもしんない。渦潮なんて美しくないと思うんです僕は。渦潮はね、かっこよさだと思う。俺はおかしいと思う。これサクラビスに2回連続持ってかれたらまず勝てないから。ソーラービームは美しくないよね、多分。美しくなかったよね。俺的には美しいと思うけど、ソーラービーム美しい部門じゃないから上がんないはず。頼む、これで2番手、2番手、2番手、2番手。やだ、1番やだ、1番は嫌だっつったろ。いやこれやりきりかな、
ヤギリで上げないで、まあそうなんす、持ってかれちゃうかな、そうなると。まあでもヤギリだな、ここはラフレシアが持っていってくれればうまいことバランス取れるんだよな。待った待った、俺はこれ諦めてない、オーバーヒートだ。なぜならなぜならそうなんす、絶対道連れ使ってくるのこのターンだよね。で道連れって賢さで下がるんだよ、ボルテージが1個。そうなるとだ、そうなるとだ、星がここで3になります。で次2番手のサクラビスが美しい技をやります。そうすると星が4になります。やれよやれよ、来た来た来た、勝ったかもしんない、勝ったかもしんないぞ、みんな勝ったかもしんないぞ。でだ、ヒョロよ、ヒョロのオーバーヒートよ、見せてやれ見せてやれみんなに。うおー、来たぞギョロ、観客はもうメロメロだ、ほら見ろペンライトが光りまくってるぞ。グレートヒートアシストバイオレンスミサイル、来た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 、これは最高じゃない、見せてやれお前の力を。妨害すんなよ、妨害すんなよ、マジで。花びらの前は妨害じゃないはず。これマジで来たんじゃねえの、これありえるぞ、これは来たでしょう。審査員さん、皆さんお願いします、お願いします、頼む頼む、マジでマジ頼む、優秀の美を飾らせてくれ。チャンピオンになるんだお前は、チャンピオンになれー、よっしゃー、やったぞみんな、やったチャンピオンだ、マスタークラス優勝だ、嬉しい、よくやったみんな、本当によくやった。マサ君、来た来たよ、マスターランク初優勝、すっごくアメージング。今日はもう即いつもの行っちゃうよ、今日はもうってか今日しかやってないけど。待ってて、憧れコンテストスター、そう、まさくんのマスターランク制覇、もう時間の問題ね。え、制覇したじゃん、コンテストライブで見せてくれたグレートヒートアクシスもすごかった、見とれちゃったよ。よーし、私ももっともっと頑張らなきゃ、一緒のステージでお互いベストを尽くせるように。じゃあまたね、ちょっとあなたよろしいですかな、お、お、いるいるみんな左から2番目のこれ、これは今まさにマスターランクを勝ち抜いたあなたのポケモンのものですな、これは素晴らしいいるぞ、私は水面美術館の館長を務めているものです。あなたのポケモンの肖像、生き生きしていて実に良いですな。こちらと同じものを我が美術館にも飾らせていただきたいと思います。水面美術館に、おー行ってみよう、これそれではこれからのご活躍も楽しみにしていますぞ。飾られてる見てみよう、美しさコンテストで活躍したギョロの肖像だ、ははは、いるわなんかまるで本当にブラックライトに照らされてるみたいだね、色合いが普通になんか嬉しいわ。ちょっとファンから木の実もらおう、あ、いなくなってる、うわ、いなくなってる、クソ、さっきもらってけよかった、うわ、いなくなってる、ファンが、ファンがいなくなっちゃった。ここか、え、キノココがいる、ファイアルイージー、新進気鋭の現代美術がキノココの表現をした作品だ。これみんな、これ生放送だから言うんだけど、俺実はキノココ作り直しました。そしてこのキノココとすごく似ているキノココが出来上がりました。これは後で動画で編集してみせるけど、すごいぞ、俺が昔作った
ファイアルイージーのキノココと新しく作ったキノココの見た目全然違うぞ。いやいや、あなたは、私ここの館長です。覚えていますかな。お約束通りあなたのポケモンの肖像をここに飾りましたぞ。うん、やはり生き生きとしたモダンな作風も良いですな。モダンだって、モダンギョロ。おお、あるわ。美しさコンテストで活躍したギョロの肖像だ。ギョロ、いや昔はさ、この1個目のジムをクリアするために格闘技が欲しくて若者にしたかったんだけど、なんかだんだん一緒にこいつと冒険するうちにさ、なんかこのままの方がいいんじゃないのって思っちゃったんだよね。なんかサトシのピカチュウみたいなもんよ。サトシだってさ、最初マチスに勝つために雷の石、これを使わないとお前勝てないんだよって言ってやるけど、ピカチュウが嫌がるじゃん。ギョロが嫌がったのかもしれない、もしかしたら。若者になるのを、俺はアチャモのままがいいと。まああれだな、あとはいろいろ技構成考えたり、レベル上げもう一枠挟むかもしれない。今日ちょっとコンテスト枠になっちゃったから、レベル上げであと1日、使うかもしれません。ファイアルイージー、色似てるけどさ。